さあ着きました福岡。そうだけど取れないのか。いやー中島さん、なぜ人が人を攻撃してるんだろう。こんな悲しいことないよね。いやー本当に嬉しい。今から福岡の方へ飛行機で旅立とうと思います。楽しみですね。いやー晴れてよかった。雨予報だったんで行ってきます。加熱式タバコなども禁止されています。安全のしおりを含む機内の備品の持ち帰りや。クタ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 ですよ。ヒヤヒヤ、風強すぎです。マジで手汗やばい。しめじめじめじめ息の元気はどこへ。飛行機得意。いや苦手ですね。このフッてなる時絶叫は絶叫マジ無理です。富士急とか行ったことない。じゃあついに行きたくない。さあ着きました福岡。いやめちゃくちゃ寒いです。思ってる以上に寒かったですね。九州だからちょっと暖かいかなとか思ったんですけど、9度とプラス4メーターぐらい風吹いてるんでマジで寒いです。今日も、まあ、でもこんだけ太陽が出てくれてたので雨予報っていうのがあったんですけど、だいぶ良かったんじゃないかなと思いますね。さあこれからある方に会ってきますので、ね、楽しみにしてください。って感じですか。そうだねって感じですか。ある方にはサムネで分かっ、タイトルで分かってるから、ね、あそこ最近のニュースある？最近のニュースですか？最近のニュース、あ、ここ俺前行ったことあるんだよ。平尾？そう。へえ。めっちゃ並んでんじゃん。やば！こんなに？そう。これね、平尾。めっちゃうまいのよ。天ぷら屋さんなんだけど。ええ。あのさ、天ぷらがさ、はいはいはい、コースみたいな感じで。天ぷらコース？上がったらポーンって前に置かれる、はい、スタイル。行ったことある？ないです。もう丸亀しかないです。丸亀自分で、まあ、あれもできたら天屋とかもあるよ。あ、天屋もあった。丸亀も同じスタイルじゃないですか。あげたら。いやいやいや、あれはさ、並んでね。とりあえずこう置いてある。作ってってるだけじゃん。じゃあ待ってて、その目の前に来るってこと。そう、上がった順で7品とか6品とかっていう風に野菜とか魚とかで、ご飯まあ分かんない、当時は食べ放題、おかわり無料、はいはい、でイカの塩辛みたいな、はいはいはい、柚子の塩辛みたいなやつと、なんか明太子と高菜、はいはいはい、はもう自由に食っていいみたいな。美味しそう。どうしました。それだけでご飯めっちゃ食ってた。あ、それだけで。そう。今じゃなんかトラブって明日も10時にはテントサイトはチェックが書いてある。そうだけど取れないのか。その隙間にあるの？ここに入ったらしいんですよ。ここに入ってああ、わかんないな。これはクマちゃんの目には見えてた。見えたらしいです、ね、俺には見えないです。この菜箸とガムテープで原始的なこれでCF カードは救出なるのか。あんまり意味ない。さあライトを追加して。見えるか。あ、これで見えた。あ、これで見える。ありました。見える。目視できました。いける。お茶さあ来たぞ。あ、届いてます。あ、届いてますけど靴が。あ、ちょっと奥に。お、あれ、あ、消えた。まずい。あ、消えた。まずいぞ。まずい。下落ちる。いで。どっから下って落ちるんですか。下には特に落ちてないな。
さっきまで言ってたけど。A few moments later。さあ、ドライバー等で外しました。あ、今ね、触れてる。触れてます。うん、指で。当たった当たった当たった。来た光ね、光が。あーしょ。来たぞ。来ました。取れました。取れたよ。取れました。結局中島がぶっ壊した。イエーイ。確かに川ちゃんの言う通り、取れました。すごい。こっちが、まあそこにちょうどあって、でそれの横にあった。やっぱり。やっぱ見えてたとこと一緒だった。はい、じゃあ急ごう急ぎましょう今荷物をピックアップして東京クラフトのブースに向かっております。ちょうど我々が来た時に佐川さんがぴったりでしたね。ぴったりだったんでよかったな。我々のあのトラブルがなければむしろ待ちぼうけになっていたところこっちにいいんですよね。あ、そっちって言ってたよ。これこれだ、これこんにちは、あの、はい、今日はタナチャンネルと申しまして、はい、なんて言うんだ、ふみさんとお話しして今日取材させていただくって感じになってまして、はい、あとテントもテント泊もさせていただいたので。あ、わかりました。はい、はい、すいません、ゆっくり下まで降りられてください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今来た来たのあ、すごいすごいすごい。ちょうどオープニングトーク。さあ、それでは最初のライブアーティストご紹介したいと思います。私がですね、このキャンプロック2023エピソード2を開催するにあたってアーティストさんをどんな方に出演していただきたいか、昨年がクラウドファンディングでお金を募っての第1回目。すごいね。どうですか。いや、こういうの初めてなんで楽しそうですね。ほら、すごいすごいすごい。サイト貼ってある。おはようございます。おはようございます。こちらもパスになります。わかりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうしようかな。頭から奥に突っ込んじゃうので、俺らが出るのを後で考えよう。そうですね、うん、いけるかな。いけなかったらいけるでしょ。バカガチャシバカとりあえずじゃあここ出ます。ストップ。着きました。着きました。着きましたね。いや、いい気候ですね。思ったより風はないですね。うん、確かに。空港のとこは山の中というかね、完全に360度山に囲まれてる感じが、これがまたいいですね。さあ、ダイヤホート立てていきます。全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、中地です。いやー、やっと着きました、キャンプロック。いやー、めちゃくちゃ楽しそうですよ。もうめちゃくちゃいい匂いもしてですね、出店も出てるみたいで、ちょっと後で食べちゃおうかなと思います。これからですね、まあいろいろキャンパーさんもおられるので、ちょっとキャンパー取材もやっていったりとか、いろいろ福岡のですね、まあ九州のか、九州のいいものを紹介できればなとは思います。さあ、行ってきましょう。ライブが始まるようなので、ふみさんがめちゃくちゃ声を張ってキャンプ、まだテントの中にいるキャンパーさんをライブ会場へ導いてますね。おさらいます。あ、すいません、お世話になります。すいません、お忙しいのに。
いやー、中地さん、はじ、い、めまして。どうしよう。いや、世界の皆さん。いや、世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。わあ、もうめちゃくちゃ楽しみにしてて、連絡がないので、もしかして来ないんじゃないかと思って、不安になって飛行機で、ちょっと遅れてしまいました。ありがとうございます。あ、もうスタッフの皆さん、こういう感じで撮られてたんですね。そうですね。いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお越しいただいて、遠路はるばる。いや、本当に。ありがとうございます。天気も良かったですね。そう。もうね、9時過ぎまで氷がずっと降り続いて、横殴りの風で、はいはい、本当に館内に切り替えようかっていう時に、はいはい、神様いると思います。もう拝んで拝んで、本当にありがとうございます。今日は良かったです。すごーい。いやいや、すいません、はしゃいじゃって。いやいや、僕のが結構おす本物だみたいになってますから。もう2日寝てなくてボロボロなんですよ。そうなんです。今アドレナリンだけで生きてます。さすがにちょっと休、しっかり今日は休んで。いやー、今日ですね、本当に名店だらけで、はい、飲食もめちゃ美味しいので、よかったら福岡のもう人気店がいっぱい来てて。あ、そうなんですか。ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹ベコベコなんです。はい、ぜひぜひ。ガラムさん、あそこの正面のあの白いタープテントとかは本当に名店のラーメン屋とカレー屋さんが今日だけのコラボなんですよ。はい、ぜひ、どこも美味しいのでぜひ召し上がってください。いただきます。いやー、嬉しい。いやいやいや、僕はもうずっとテキストでしか見えてないから、会えたと思って。いやいや、こちらこそ。本当に嬉しいな。後でぜひ写真撮ってください。いや、僕が逆に言いたい方です。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、1時間はい、すみません、お忙しいんで。とんでもないです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。あ、大丈夫です。刺激、刺激です。いやー、会えましたよ。本物ですよ、本物。皆さん、じゃあまた1時間後ですね、ふみさんに会えるので時間を取っていきましょう。こうやっていただけますか。いただけますか。感謝だけど大丈夫。はい、いや、そんな取りにくい、取りにくい。ね、感謝っすもんね。感謝。それでよければ、ね、ご迷惑をおかけするので、取っていただいて、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃうまそう。このお店は、はい、どこにあるんですか、店舗は。店は福岡の、はい、うちがカレー屋なんですけど、はいはいはい、福岡の高砂ですね。高砂と、はい、あとこの麺を作ってるのが花もこしっていうラーメン屋なんですけど。ああ、じゃあ今日コラボみたいな感じなんですか。そう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 。麺をだからちょっとパスタっぽい麺を作ってもらって、はいはいはい、それをカレーを作って、カレーパスタ、あ、カレースパ、そうなんで、前だからいい。たまーに、この前6年ぶりに一緒にイベントして、あ、そうなんですか。その時に出して好評だったのがこれだったんで、ああ、そうそう、それでまた久々タッグを組んだっていうか。あ、そういうことなんですか。はい、すいません、お願いします。焼き芋です。うまそう。いただきます。よく混ぜて。あ、よく混ぜて、はい。めっちゃうまそう。ちょっと混ぜて。うわー、これうまそう。焼けてます。パスタ風の麺とカレーをかけたカレーパスタです。実食です。めっちゃうまそう。いただきます。これはこの太麺のパスタの太いから絡むカレーがすごい絡んで、うわ、お肉も柔らか、うまっ。なんか限定でコラボしてるみたいなので、ちょっと九州の方はお見逃しなく。牛すじも来ました。これも寒くて今めっちゃあったかそう。大根さんからいただきます。温まる。ちょっと
これに芯をかけてみようかなと思います。はい、今ちょっとこれで見つけちゃいました。新しい食べ方、牛すじ煮込みにも合います。いや、だいぶ冷えてきましたね。いや、本当に夜は4度ぐらいまで。あ、4度下がるの。そしたらわーい大ほどはい、そしたらですね、来ていただきました牛さんです。はい、よろしくお願いします。ようこそキャンプロックへ。ありがとうございます。おー、楽しみで楽しみで、ありがとうございます。タナチャンネルですね、はい、まあ、ご視聴者さんが結構関東が多いんですよ。はい、関東が多くて、はい、九州の方に僕も初来たん で、ね、もしかしたら視聴者さんが知らない方もいるかもしれな い、はい、もしかしてじゃないです、ほとんどの方存じ上げないと思います。はい、ご存じないと思います。おちょっとじゃ軽く自己紹介というか、はい、していただけると、私はですね、九州を中心に、はい、まあ、タレント活動してるんですが、はい、実はもう30年超えまして、はい、芸歴が18の時に、はい、まあ、ラジオやテレビのお仕事について今31年目になります。で、九州ではずっと深夜番組のどうもという深夜番組を生放送でやらせていただいてたんですけれども、はい、その時にタナさん、はい、福岡出身でらっしゃって、そうですね、はい、で、見ていただいてたりとかしてインスタグラムでつながっての今日です。そうですね、ありがとうございます。ちょっと本当にタナさん今日ですね、はい、海外の方でちょっとお仕事がございまして、ちょっと本当にもうちょっと都合が合わなくて僕が来ました。いや、最近はずっと、はい、タナチャンネルは中地さん見てるので本当に来ていただいて光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます、呼んでいただいて。もう本当にもう今日福岡で、はい、キャンプロックって、まずもうキャンプロックっていうのがどういうものなのかなっていうのをちょっと教えてもらえればなと思います。はい、キャンプロックはそもそも昨年第1回が開催されて、はい、コロナ禍でイベントもできない、はい、で、私はずっとラジオを30年しゃべり続けてるんですが、はいはい、たくさんの知り合ったアーティストさんが2年3年とずっと福岡にライブで来れなかったんですよ、はい、で、それをなりわいとしているのに、まあ、ライブをやっても誹謗中傷される、うん、私たちは仕事で笑うとこんな時に何陽気に仕事してるんだと言われる、はい、じゃあなぜウイルスと戦ってるはずなのになぜ人が人を攻撃してるんだろう、こんな悲しいことないよねって言って、じゃあそんな中でもできるイベントって何ってたどり着いたのが、もともと趣味だったキャンプ でキャンプが震災が続いてるのと、はい、あとコロナ禍でも相撲のサークルでできるっていうことで認められていたじゃないですか、うん、まあ、そうですね、まあ、本当にコロナ禍がなんかキャンプがブームになった。だからだったら音楽とキャンプを融合させて、はい、同じ分量を同じだけ楽しめるイベントができないかっていうのがスタートだったんですよ。あ、そうだったんですね、はい、なるほど。それで去年からまあこういったイベントをやった。そうです、去年はもうクラウドファンディングで、あ、そうなんですね、賛同してくれる方にチケットを買っていただく、それが、まあ、いわゆる寄付という形で開催しました、はいはいはい、どうですか今年は去年と比べて。ですね、去年は実はスノーピークさんでやって83区画だったんですよ、はい、はいはいはい、で今年は40区画でもキャンプサイトはすぐに完売、もう本当にありがたい。だからやっぱキャンプ好きの方はたくさんいらっしゃるんだなと。で、今年はコロナが5類になったので初の試みで、はいはい、デイチケットでライブを見たい方々を入れようと。でもですね、今目標が350から400だったんですが、はいはい、300を超えて、はい、入りまして、すごいですね。いや、もう本当にありがたいです。だけど、はい、来年はやっぱりまたキャンプ区画に入りたいっていう方がずっと連絡くださってたんですよ。だからやっぱり
キャンプ枠を増やしたいなと思います。今日はあれですね、今日ここのキャンプ場っていうのは、どこのキャンプ場でしょうか。はい、佐賀県の鳥栖市にあります鳥越温泉キャンプ場。もともと鳥越温泉の住処の宿っていう旅館なんですけど、はいはい、その下にちょうどいいフィールドがあるじゃないかということでキャンプ場を作られて、結構このサークル状の丸くなっててみんなで仲良くなれるようなこの大きさがめちゃくちゃ人気です。いや本当に結構いいですよね。いい感じでみんなが、そうなんです、テント張ってっていうことで、はい、でまたいい感じにステージも作られてるっていう。そうなんですよ。今回は本当はあそこも実はサイトなんです。あ、そうなんですか。そうです、あのサイト 10ぐらい貼れるのかな、はいはい、そこを今回はステージにして、ただ今日朝は9時まで氷が降ってたので、嬉しいですね。もうどうしようみたいな感じでもうどうしたらみんな来てくれるかなって思ってたんですけど、はいはい、もうキャンプ区画はお一人もキャンセルなく、はい、もう今全部埋まってます。雨降ってたけど晴れるっていうのみんな信じたんですかね。そうです、もう雨だのみしてました、めちゃくちゃもうあれこれそう、もう中地さん来るからお願いします。いやでもこれ本当に夢だったので一つの、はい、タナちゃんとネルさんに来てほしい。いやもう本当に幸せです。次はタナさんも一緒に、いやぜひぜひ、っていうか九州に来てほしいです。みんな見てますよ、関東中心とおっしゃいましたけど、はい、みんな見てますよ。本当ですか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回協賛で一緒にやってるキャンプギアのショップ2つあるんですけど、はいはいはい、熊本県菊池のウッツさんと福岡は筑紫野のクロスオレンジさん、はい、スタッフ皆さん、タナチャンネルさん来ますって言ったら両手あげて、わーって言って本当ですか、はい、ありがたいですね。ありがとうございます。呼ばれてね、はい、呼ばれちゃいました。本当にお忙しい中申し訳ないです。とんでもないです。僕も今日隠して楽しませてもらいます、はい、いやぜひ夜は一緒に飲めるんですか。いいんですか。もちろんです。ちょっともうキャンプの醍醐味です。そんな僕は久々ですキャンプで飲めるの。よかった歓喜そしてまたぜひ福岡来てください。もちろんです。ありがとうございます。本当にお忙しい中ありがとうございました。とんでもないです。楽しませてもらいます。ありがとうございます。また来てください。いや本当に嬉しい。あんなに、いやでも言っちゃえば本当にもうさっき僕も初めて知りましたけど31年、そんな方に来てくださってる、わーってもらえるってすごい嬉しい。僕が会えてることがすごいのに。あ、まだ僕は来とれない。まあ、全世界の皆さんこんにちは。こんばんですよね。タナさんが始めた。会いに行かないとですね。ぜひお声掛けお待ちしております。